んこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日もコストコに来ました。先週も来たんですけど、今日はこれ見えますか、これ桃。ちょっとねすごい反射して分かりにくいんですけど、薄いピンク色、桃のソフトクリームです。桃のソフトクリームと、こっち見えるかな、ちょっとめっちゃ光って、これがミックスソフトクリーム。桃だけのはどうでしょう。フードコートで買って駐車場まで走ってくる間にこんなにドロドロにちょっと溶けちゃってます。今日は気温が高いのでね、特に溶けやすい。すごい桃の味がすごい、桃のフレーバー、ちょっとなんかヨーグルト、桃ヨーグルトみたいな桃感がすごい。暑いからちょっとね、体を冷やすのにはちょうどいい。大きさはいつもの通りこんな大きな容器に入っています。もうすごいね、その駐車場まで1分ぐらいかな、歩いてくるまでにこの周りがもうドロドロで、わかりますか、このドロドロ感、ドロドロで溶けてます。今日はねマンゴーのスムージーが出てるって聞いてきたんですけど、このコストコの久山店はマンゴー出てなくて、バレンシアオレンジでした。まだもうすぐ切り替わるのかな、なんか在庫がなくなり次第随時変わってるみたいなんですけど、前回来た時はソフトクリームが、前回先週来た時はダークチェリーソフトで、今回がピーチ。スムージーはそのまま、相変わらずバレンシアオレンジのままでした。今日は火曜日の平日なんですけど、めっちゃ人が多くって、あのカートがあるよね、カート物を入れて運ぶカートがね、ガツンガツン当たるぐらいに人が多い。そして新製品をいろいろ買おうと思ってたんですけど、あの欠品してるのが多かったです。あの、ね、前回買えたけど今回買えなかったとか、あのコストコのメールマガジンみたいなのが入ってきて、それで買おうと思ってきたものがもう欠品してたり、なんかね、もう見た時にすぐ買わないと買えないような気がします。で今日もいろいろ買ってきたんですけど、今日はあの視聴者さんからね、コストコってすごい大人数じゃないといけないとか、たくさんあるからもう買えないとかっていう声をいただくんですよ。でもね、私一人暮らししてて結構ね、冷凍したり日持ちがするものとかもあるので、あの一回お買い物に来たら結構お買い物に行かなくていいので、帰って楽なんじゃないかなって思えるものもたくさんあります。で今日はね、一人暮らしでもあの役に立つものを購入してきたので、またそちらの動画もあげますので、よかったらそちらも見てください。で今日はなんでコストコに来たかというと、コストコの近所にカインズっていうホームセンターがあるので、そちらに洗濯物干しを買いに来たんですよ。ちょっとこれいっぱいあるので、またいつものサーモスに入れておきます。あのコストコの10分ぐらいかなのところに、もう一気におっと入る感じ、あのコストコの近所にあるので、そちらにすごくね、いい物干し竿が前回来た時にあったんですけど、それがね、車に乗らなくって持ち帰れなかったんですよ。なので今日はね、ただ荷物乗せれるやつでわざわざ来たわけですよ。それなのでカインズだけ行こうかと思ったんですけど、カインズに行く前にちょっとコストコに寄ろうと思って急遽やってきました。そしたらね、ピーチのソフトクリームが出てたので今日は購入できました。ちょっと半分はね、こっちサーモスに入れて、今日はあの暑いのでコストコの中でドライアイスが買えるので、50円で1袋買えるので、それを買ってきてこれ横に入れて持ち帰りたいと思います。前回はねちょっと暑かったので、やっぱり溶けてたので、冷蔵庫で2度凍らせをやったら味がちょっと変わってましたけど、まあそれはそれなりに美味しかったです。ここでね、今あのハンバーガーを食べようと思ったんですけど、あまりの暑さに気を失うといけないので、ソフトクリーム半分食べて今からカインズまで行ってきます。カインズの購入品紹介もまた後日やりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。